マリサ、平均率ピアノで調和しない音は、ミ、ミフラットの他にもたくさんあるの？ああ、ド以外のすべての音が、調和しない。いや、なんでそんな調律の仕方すんねん。このズレは、調整キーごとに発生するんだ。だから、転調の多い楽曲を演奏するときには、調整の数だけピアノを用意して、調が変わるたびにピアニストが楽器を、変えなければならないんだ。無理ゲー。前にも言ったけどこれは演奏中に音程を動かせない。ピアノならではの話で管楽器や弦楽器は、美しく調和する音程で演奏するべきだな。実は、こういうことをアカデミックに学べる音感コミュニティを、大人向けの音感教育家作編曲家の河合真一先生が主催されているんだぜ。興味がある方はぜひコメント欄から、河合先生のTwitterをフォローしてくれよな。